美容院にやってきました。1ヶ月ぶりぐらい、整形後初めてで。松岡さんです。毎回来るために髪型変わってる。そう、そう、金髪です。お願いします。よろしくお願いします。遊んでるでしょ。二刀流行ってきました。テーマパークみたいな。いい感じの秋色にしてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。またね。おはようございます。とどろきです。今日はですね、整形後初めてのメイク動画をやろうと思います。ちょっとまだまだ本当に全然腫れてて、動きとかもすごい悪いし、最終的な完成は半年とか、まあ遅い人だと本当に1年とかかかるんですけど、そろそろメイクとかし始めようかなっていうふうに思って今動画を撮ってます。ダウンタイム中さ、まあ、目元だけとかベース以外とかはちょこちょこやってたんだけど、さすがにベースはやり方忘れてるかもしれない。視聴者さんにいただいたこのエクラじゃない、ケランだ、ケランのロールエッセンスエクラ、こんな感じの透明なトロッとした美容液みたいなメイクアップベースなんですけど、これを塗っていきます。なんかいきなりさ、ニキビがこことここにできてさ、なんでご飯いきなり食べだしたからかな。もう2週間断食の時辛すぎて、断食がいかに体にいい影響を与えるかみたいなページをずっと読んでたんですけど、美肌だったりとか、あとなんか腸を休ませるみたいな目的があったらしく、だからすごい肌の調子良かったのかな。 MAC のパウダーファンデーション塗ります。いきなり私ご飯食べ始めたじゃないですか。でダウンタイム中ってすごい、今回の断食のやつ痩せるけど、もう 100% に近いぐらいもちろんリバウンドするんですって、みんな。だからそれをちょっとでも改善しようと思って、毎日45分くらい歩いてるんですけど、筋トレもそろそろ再開したいんですけど、いいのかなしてもっていう感じで、今クマとこのニキビのとこと、ちょっと口角コンシーラーで消しました。眉毛描きます。ケイトのやつと、こっちがなんか韓国語でプロランスっていうやつで描きます。顔が腫れてて、ちょっとまぶたがいつもよりも重くなってるので、そこをちょっとでも目立たなくするために太めに描きます。断食終わってからすごい海鮮系食べてる。千早くんとししろ行ったし、きぬちゃんとももはちゃんとウニ食べ行ったし、明日はさらさんと大輔さんとあれ行く、焼肉で、まだ口が指1本分ぐらいしか開かなくて、噛む力もすごい弱いから、太ろうにも太れない感じがある。もう全然量食べれない、前より。あ、待って、昨日そう、美容室昨日行って、今日翌日にこの動画撮ってるんですけど、あの後ネイルもしました。なんか髪の毛ちょっと秋っぽい色味にしてもらったから、それに合わせてこんな感じの紫っぽいブラウンっぽい感じにしてもらいました。このダウンタイム明けにね、美容室行ってネイル行って初めてメイクしてっていう時が一番楽しいんですよね。本当にダウンタイム頑張ってよかったって思う。こんな顔腫れてるけど、でもね、多分結構顔腫れてるけど、エクステつけたからこうやってやったらそんなに目立たないんで、今前髪がないからちょっとどうにもならなかった感じ、すごかったけど、まあまあ大丈夫なはず。1年半前のさ、輪郭顎切った時はさ、まあこういう風にやる整形だったから、今回はこうなんだよね、後ろに下げるみたいな、まあ、輪郭整形っていう点では同じなんだけど、全然ダウンタイムの腫れ方とか過ごし方とかも全然違ったし、私前のさダウンタイムの時3日目とか4日目ぐらいからさ、普通に牛タン食べてて幸せだったよね。え、余裕全然辛くないとか言ってた。さ、今回も泣いたよね、本当に。
アイシャドウはキャンメイクのピンクのやつを使ってます。新しいやつかな、シルキースフレアイズの5番です。一番濃い色をこの二重幅の中の目尻側に濃くのせて横のグラデーションにします。ちょっといつもより大げさに描きました。アイラインを引く、これもちょっといつもより長めに、こうじゃなくて横に引きます。顔の幅が今大きいから横に引いてちょっとでも余白埋めます。で下まつげ描きます。なんか前までさすごい面長なのが気になって、まつげを上げると上にこうやっていくじゃないですか、上に上がった印象になるから面長がさらに際立つっていう。でも私まつげはとにかくこう綺麗にプシャーって上がってるのが好きだから、まあ一長一短よなって思ってつけてたんだけど、顎引っ込めたからちょっと気になんなくなるかも。こうやってさ正面で見たらさ何が変わったっていう感じなんだよ正直。でもこうやって横から見るとねすごいの。わかるかな、これが手術前と手術後直後の写真なんだけど、私のコンプレックスにはめちゃめちゃアプローチした仕上がりになったかなって。おでこにキャンメイクのパウダーを塗ってセッティング、崩れやすそうなところにさささっと顔の中心のあたり塗って、あとまあこの髪の毛がくっつきそうなところに塗っておきます。で眉毛は昨日脱色したからいいとして、あとリップかな、いやその前に髪型をやっちゃおう。一旦保湿しておきます。ラシャスリップで、はい、カラコンぶち込んで前髪をまっすぐにしてきました。こうやってやってたらさそんな目立たないけど、見てこうやってやったらめっちゃ腫れてんの。ふくらなちゃんにいただいたこの中に入ってたリップを使います。あ、かわいい、めっちゃシピシピのブリュレリップティント02番デリッシュショコラを使いました。で上からミラジェムのオパールグロープランプリップを塗っていきます。ベージュっぽい感じの色でちょっと落ち着かせる。あ、かわいい、これも。なんか本当に整形するたんびに思うんだけどさ、人間の治癒力ってすごいなって。だってまだ骨を切ってからさ3週間経ってないんだよ。そう思ったらやばくない？秋かと思ったら夏で、夏かと思ったら秋で、うん、なんか巻くのも久々すぎてさ巻けるかな。おお、体が覚えてるもんだな。私さ今さめっちゃ育てたいものがあるのよ。いちご、いちごっていうかなんかなんだろ、木いちごかな、なんかさ葉っぱそこら辺に生えてるいちごみたいな。友達がさ植木鉢で育ててたんだけど、ちっちゃい時にものすごいさ親といろいろやってる家庭ってあるじゃないですか。なんか例えばお菓子作りだったりとか、そういう家庭菜園とか、ご両親のどちらかがそういうのが好きで子供も一緒になってやってる家庭とかあるじゃないですか。なんかうちの親って結構共働きずっと忙しくて、そういうのってあんまりやらない家庭だったんですよ。だからなんかその子がその何だったんだろうな、あれイチゴみたいな育ててるのがめっちゃ羨ましくて、うちでもやりたいって思ってたんですけど、まあ、私も結構ズボラだから、あの育てたいって言って育てても一人で面倒見きれないなって思って諦めたんですよね。でも今だったら YouTuber だし家にずっといるし、お水くらい毎日あげられるでしょって思って、だからその変なイチゴみたいな、のイチゴっていうのかな、あ、ラズベリーでもいいな。このブラシも視聴者さんにいただいたやつなんですけど、ちょっとごめん、めちゃめちゃ使い込んでるからめっちゃ汚い。マジでこれ巻き髪ほぐすときにめちゃめちゃいい、すごいいい感じにこうゆるふわになる。でいつもだったら絶対ピアスとかつけるんですけど、どうしよう、つけよっかな。こっちだったら出しても問題ないかな。でも腫れてるけどね。こないだ買ったこのバラのピアスをつけようと思います。やべ、汗でめっちゃ前髪張り付いて、暑いんだけど今日。でもこっちは腫れてるので隠します。はい、メイクこんな感じです。異常に目が光っているというわけで、結構まだもう腫れてるんですけど、ダウンタイム明け初めてメイクと
髪の毛をしっかりとやってみました。いかがでしたでしょうか。目が本当にカラコン痛い。カラコンもなんか入れるのうまい時と下手な時あるような。ちょっと今日失敗したかも。まあご飯も食べられるようになったし、ここまで腫れも落ち着いたし、内出血もなくなってきたし、顔面の麻痺もだいぶ楽になってきたし、徐々に本当に少しずつではあるんですけど回復してきておりますので、ダウンタイムの動画で心配してくれたことか本当にありがとうございます。まだまだ全然変化していくので今後の動画も見てください。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。